続いては、強烈な匂いと見た目で苦手な人も多いカメムシの話題です。今年全国各地でカメムシが多く発生しているというニュースを目にしますが、県内でも今季カメムシの大量発生が予想されています。その対策は、自宅に入れないポイントも合わせてお伝えします。こういう時期にこうカメムシっていうのは今までありました？ないね。県農林総合研究センターは、カジュカメムシの大量発生が予想されるとして、昨日県内全域に注意報を発表しました。注意報が発表されたのは2020年以来4年ぶりです。カジュカメムシはリンゴ、梨、桃、柿などの果実を吸うカメムシの総称で、県内に発生するカメムシはクサギカメムシなど主に3種類です。まだ見なって1ヶ月ぐらいで、やっとこの大きさねんけども、まあ、今からこうやってずっと選別して量を減らしていく状況やわね。県内の梨農園でもすでにカメムシによる被害が見られるといいます。この実が吸われるとペコンってへこむんですわ。水分がなくなるんで、硬化してで肥大すると割れるみたいな、収穫時期のサイズになってしまうと、そこが吸われてスポンジ状になって、もちろん売り物には、ね、見栄えが悪いんで。この道30年、梨農家の奥野安久さんもこの時期のカメムシ被害は初めてだと話します。ここ数年というか、まあ、今年に限ってはね、こんだけ散見されるというのは、まあ、初めてかな。この状況について応用昆虫学の研究者で県立大学の廣中万太郎准教授は、3つの要因が考えられるといいます。一つがその昨年の大発生で、その後に、冬場に、越冬したときに暖冬もあってですね、死亡する個体が冬の間少なかったっていうのがあって、この春の多めの発生につながってるんじゃないかなと思います。さらに今年4月の高温も関係していると話します。通常ですと4月からゴールデンウィークぐらいにかけて、徐々にこう出てくる。今年は4月が暖かかったこともあって、その早めに越冬場所からこう分散していったっていう印象があります。昨日県内全域カメムシの注意報発表されたということで、はい、今後もちょっと安心できないですよね。そうですよね。ただ梨部会長の奥野さんは、防虫対策はしっかりしているので梨の品質には全く問題ないとしていて、今年も美味しい梨を届けると話してくれました。はい、さて、大量発生が予想されるカメムシを自宅に入れないポイントを県ふれあい昆虫館の佐伯亮太さんに聞きました。対策その1、防虫剤です、物理的な対処だと対応しきれないということなんですね。ここ数年のカメムシの大量発生を受けて、こういったカメムシ専用だったりとか、こういったその虫のスプレーも用意されているということですので、はい、薬局だったりに見に行ってみるのも一つのポイントですよね。グッズ使うことも大事ですね。はい、では対策その2なんですが、洗濯物です。はい、取り込む際にはよくはたくことが大事なんですが、その理由としてカメムシは日向ぼっこが大好きなんですね。干した洗濯物はカメムシにとって好条件の場所だということです。時期によっては部屋干しだったりコインランドリーを利用するのも一つの手かもしれません。では対策その3です。ライトなんですね。カメムシは光に集まる習性がある水銀灯、蛍光灯、LED、 種類によって集まりやすさが違うということなんです。自宅の電気を LED に変えるなどの対策も一つのポイントですね。佐伯さんによると、臭いので嫌われ者のカメムシですが、生態系の中の重要な一員でもあります。カメムシがいなくなると植物が増えすぎたり、餌にしているタヌキや鳥などの動物にも影響があるといいます。こういった側面があることも忘れないでもらいたいと話していました。